チャルーン・サキとトは、タイの仏像、ルアン・ポー・ティアン・チッタス・ポーによって編み出された、ビパッサナー瞑想の手法である。チャルーン・サキとトはタイ語で、気づきの瞑想、気づきの開発法を意味する。座行、歩く瞑想などのバリエーションがあるが、いかなる場合でも、盛んに体を動かして、気づきを行う点に、大きな特徴がある。このため、中国では、道中禅と呼ばれている。 マハサチメディテーションベーシックリズミックムーブメンツ手動瞑想はチャルーン、サティのうちの一つでありルアンポーティアンチッタスポーにより開発された瞑想法である。現在ではタイ東北部を中心に150余りの寺で収集されている。手動瞑想での気づきの対象は意思的な腕の動きであるが開いてあるがままに受け入れていく心と能動的な意思とを両立させて 気づきを開発していくと、自然に微細な身体感覚や感情、思考、心身の法則性への洞察に発展していく。座って行う場合、目は開き、手を一定のパターンでリズミカルに動かして、気づきを伴わせる。以下の通りに行う。両方の手のひらを太ももの上に置く。右の手のひらを垂直に立て、気づく。ゆっくりと行う。そして止まる。 右手を持ち上げる。気づく。そして止まる。右手を腹部あたりまで持っていく。気づく。そして止まる。左の手のひらを垂直に立てる。気づく。そして止まる。左手を持ち上げる。気づく。そして止まる。左手を腹部あたりまで持っていく。気づく。そして止まる。右手を胸のあたりまで持っていく。気づく。そして止まる。 右の手のひらを開くようにして腕が体と垂直になるように動かす気づくそして止まる右手を太ももまで下ろし手のひらを垂直に立てる気づくそして止まる右の手のひらを太ももの上で伏せる気づくそして止まる左手を胸のあたりまで持っていく気づくそして止まる左の手のひらを開くようにして腕が 体と垂直になるように動かす。気づく。そして止まる。左手を太ももまで下ろし、手のひらを垂直に立てる。気づく。そして止まる。左の手のひらを太ももの上で伏せる。気づく。そして止まる。以下、2から1 5の動作を繰り返し行う。ありがとうございます。